こんにちは、クリッカーツッキーです。11月4日快晴の岡山国際サーキットで朝8時30分頃にスタートが切られたピレリスーパー耐久最終戦の岡山ラウンド GR2 レース。最も身近な 1500cc 相当コンパクトカーのカテゴリーで競われる ST5 クラスの予選は、今シーズン初登場のトヨタビッツ、ネッツ強化、モティーズ、BSR、WM ビッツがポールポジションとなります。これまでの5戦ではマツダ VS ホンダの戦いという様相を呈していた ST5 クラスに、新たなライバルであるトヨタビッツが2台参戦。総勢15台という参加台数はスーパー耐久全クラスの中でも最多エントリーとなります。シリーズチャンピオン争いで抜きん出ていたのが2台のマツダロードスター ND、TEM221 ロードスターと村上モーターズマツダロードスターの2台は、共に110ポイント超えで、その差 4.5 ポイントとほぼ僅差。つまり、この岡山では先にゴールした方がシリーズチャンピオンとなる緊迫した状態。そしてもっと緊迫しているのがシリーズランキング3位争い。デミオディーゼル、DXL、ワコーズノプロ、デミオスカイ D が3位ではあるものの、そこに続くホンダフィット勢が1点差、3.5 点差と迫っています。マツダはそのマーケット戦略として、ロードスターパーティーレースや、マツダ耐久、マツタイなど参加型モータースポーツに力を入れています。スーパー耐久をその参加型モータースポーツの最高峰と位置づけ、ピレリスーパー耐久シリーズ2018の大会スポンサーも行っています。そんなマツダにとってもシリーズランキング上位独占は悲願とも言えるでしょう。その一番の要とも言うべきシリーズ3位をかけた戦いに挑むデミオディーゼル、DXL、ワコーズノプロ、デミオスカイ D の陣営のプレッシャーは計り知れません。またデミオディーゼルを走らせるチームノプロは体調不良により野上俊彦監督が欠席。今回の岡山ではそのご子息で ST2 クラス、アクセラディーゼル、DXL、アラゴスタノプロ、アクセラスカイ D のドライバーとチームメカニックを兼任する野上達也選手が監督を代行。緊張するとお腹が痛くなると言いながらも、デミオディーゼル、DXL、ワコーズノプロ、デミオスカイ D の采配を行います。そのデミオディーゼル、DXL、ワコーズノプロ、デミオスカイ D はピットインのたびに3位と4位を行ったり来たりという膠着状態のままレースが進み、最終スティントでは4位を走行。しかし、レース終了14分前頃、コースアウトしたマシンを回収するため、フルコースイエロー、FCY が導入されます。FCY 導入では、コース全体で追い越し禁止と、時速 50km の速度制限が施行されます。この FCY の解除のタイミングで、ドラマが生まれたのです。FCY 解除となった週の最終コーナー立ち上がりから、解除を知らせるグリーンフラッグが掲示されたにもかかわらず、3位を走行するトヨタビッツ、ネッツ強化、モティーズ BSR、WM ビッツが速度を上げません。そこに、グリーンフラッグ通過後に一気に加速したデミオディーゼル、DXL、ワコーズノプロ、デミオスカイ D が襲いかかり、第1コーナーでビッツを抜いて3位に浮上。そんな追い抜き劇がレース終了10分前頃。そのまま3秒ほどの差をつけながら逃げ切りを見せて、見事チェッカーフラッグ。順位は3位なれど、マツダ勢シリーズランキング上位独占を果たしたこの3位は大きな意味を持っています。3位でレースを、そしてシリーズを終えた安堵から抱き合って喜ぶ大谷飛雄選手、そして初の監督代行をした野上達也選手。優勝はロードスター ND、 TEM221 ロードスター。2位は同じく村上モーターズ、マツダロードスターが入り、マツダ勢シリーズランキング上位独占を達成。昨シーズンから飛躍的に強さを見せてきた ST5 クラスのマツダ勢、その集大成がマツダの地元といえる岡山戦での表彰台独占とシリーズランキング上位独占という結果となりました。ロードスターのみならずデミオディーゼルも強い。この結果はマツダの目指す人馬一体が実を結んでいるという証左ではないでしょうか。来シーズンも活躍が期待されます。